お久しぶりです。リモートという形で皆さんにもお会いできて本当に嬉しいです。今日は1時間ですけども、たくさんコメント等よろしくお願いします。全仏オープンに参加される際、何か特別な思いってあったりしますか？僕の中でテニスを見るんだったら一番おすすめしたいのは全仏オープンを見に行ってほしいなってすごい思うんですけど、クレーコートってラリーがかなり続くので、やる方も見る側もかなり楽しくて、そこにすごいいろんな戦略性が出てくるんですよね。ただ打つだけでは勝てなくて、いろんな球種を混ぜるっていうことが必要になってくるので、ヨーロッパの人と南米の選手がとても強いんで、一番タフな大会はフレンチオープンだと思います。僕の中でそれぐらい結構レベルは高いかなと思いますね。全仏オープンに臨む際に何か特別な準備ありますかと、今のクレーコートの話とかもあると思うんですが、準備期間でどういうことしてるかとか、なんかちょっと聞けたらなと思います。やっぱりクレーコート下が土なんで足が取られるんですよね。ハードコートみたいに切り返しがパッパッパってできるわけじゃないので、この動きをまず慣れるまでにクレーコートで練習をしないといけなくて、それが結構一個難しいのと、あとはバウンドの高さですね。クレーコートでスピンをかける人が多いので、ボールがめちゃくちゃ跳ねるんですよ。タイミングで取るっていうのがすごい難しくなってくるので、しっかりとその跳ねてくるボールに対して自分もしっかりスピンをかけて打っていかないと、結構ミスヒットが多くなってしまうんですね。そういった面でやはりクレーコートの練習期間というのはちょっと長めに設けていて、ハードコートみたいに感覚ではなかなかしにくいコートではありますね。ここの会場だからこそ戦ってみたい選手や強いと感じる、見ていてわかる選手、戦ってみたい選手ですね、せっかくなんで挙げていただけたらと思いますが、いかがですか？はい、いや、 やっぱりちょっとフレンチオープンではナダル選手と1回はやってみたいなと思いますね。どれだけ強いんだろうっていうのをやっぱ経験したくて、ハードコートでのナダル選手とはもう対戦済みではあるので、ある程度自分も認識はあるんですけど、クレーコートでのナダル選手のその強みっていうのを身をもって一回体感してみたいっていうふうには思ってますね。あとはティエム選手ともやってみたいですね。かなりパワフルで、後ろから思いっきりフルスイングしてボール打ってる選手なんですけど、あの球をタイミングではなくてしっかり打ち返さないといけないクレーコートでやった時に自分がどうなるんだろうっていうのをちょっと経験してみたいなと思うので、この2人は対戦してみたいなと思いますね。グランドスラムって出場した選手に対しての、まあ、ホスピタリティという歓迎のいろんなことがしてくれるんですけど、本戦に入ってる選手に対してはもっといいんですね。各グランドスラムの場所によってもらえるものがいろいろ違ってきてて、毎年なんですけど、アメリカだったらティファニーのネックレスとかなんかそういうのがもらえたりするんですけど、フランスってもうブランドの街じゃないですか。毎年ルイ・ヴィトンの何かがもらえたりするんですよ。これは結構選手の中で今年は何がもらえるんだろうみたいな楽しみになってる一つであるんですよ。これ結構やっぱ本戦選手の特権ではあるかなとは思いますね。ローラン・ギャロスのおすすめ情報とか聞けたらと思います。会場内だったらファンスペースみたいなのがあるんですよ、全仏オープンも。でそれが地下にあるんですよね。新しいゲーム体験だったりとか、新しいテクノロジーを使ったテニスの何かの体験みたいなのがあるスポットがあって、僕選手なんでちょっとそこ行ったことないんですけど、遊びに行きたいなっていうのを僕がずっと思ってて行ってみてもらって、その感想を聞きたいですね僕が。ウィンブルドンだとでっかい映像が見れる、そういう場所が確かあって、そこでみんなでなんかワイワイしながら見るの楽しいのかなって思いますね。椅子に座って中で見るのはもちろんいいんですけど、喋ったりすること結構できないので、オープンビューみたいなところで座ってみんなで観戦するのも楽しいのかなっていうふうに思いますね。全仏オープン期間中、またはそれ以外のパリでの観光ってどんなことされてましたか？やっぱり初めてシャンゼリゼ通り行った時感動しましたね。一個僕の栄養士さんがすごいおすすめしてきて、パリに行くんだったらもう絶対ラデュレに行ってくれって言われて、すごい有名なあのマカロンのお店があるんですけど、めちゃくちゃ高かったですね。もちろん美味しかったんですけど、はい、パリは食事ももちろん美味しいですけど、そういうなんかスイーツはすごい有名なお店がたくさんあって、僕は結構買い物も好きですけど食べ物巡るのも結構好きですね。いや、ちょっとあのせっかくなんでいただいた写真見ながら、ちょっとその時の話とかいろいろ聞けたらなと思ってます。1枚目のこの左上ですね、みんな写真撮るスポットなんですけど、全豪オープンのマークが書いてあるところで、毎年撮りますね。クレーコートの色を使って壁があって、そこにローラン・ギャロスのマークが入ってるんですけど、結構ここは有名なところで、その下のベルダスコ選手との写真なんですけど、2年前ですね、フレンチオープンで4時間半ぐらいの試合でしたね、確か。昨日はすごかったねみたいな感じの話をして、その時の写真ですね。右上のデルポトロ選手とのやつですね、ファイナルセットで負けてしまったんですけど、この後出てく時に吉津コールをずっとしてもらって、とてもこれは記憶に残ってますね僕も。
左下はこれまあ僕じゃないんですけど、皆さんご存知僕の兄なんですけど、これも全部去年の写真で、右上に写ってるのが兄と僕とお母さんなんですけど、観光行こうよって言って買い物してる時ですね、この時は。四大大会のどこがアフターマッチの後楽しいですか？そこでオフはどこへ出かけるんですか？僕は結構ニューヨークも好きなんですけど、試合ない時はもう本当にダウンタウンに泊まるんですよ、僕たちは。オーストラリアだと歩いてすぐのところにチャイニーズタウンがあるので、そこで結構選手とご飯食べることが多くて、メルボルンにテニス選手がみんな一番美味しいって言ってる唐揚げのお店があって、そこはもうなんか選手ゾーンみたいになってますね。そこには頻繁に行ったりはしてて、結構食事が好きですね。個人的に仲のいいプレイヤーやすごい好きなプレイヤーって誰ですか？日本人選手だとよく一緒にご飯食べるのは内山くん、太郎くんとか添田さんとかになってきますね。動きがとても素早くて速いですが、小さい時から速かったんですか？50メートルは何秒ですか？そう思いただいてますんで、せっかくなんで。僕足めっちゃ遅いんですよ。多分6秒台いかないぐらいとかじゃないですかね。僕が速いのはテニスコートの中での切り返しの速さだと思うんですよ。瞬発的な動きが速いんで、それで結構ボールは拾うことができるんですけど、残念ながら 50m は本当に遅かったんですよね。この状況だから取り組めたこと、やってみたことがあれば教えてください。こちらのお客様は一人ハーフチャレマラソンチャレンジをしたということで。最近やってることだと、料理とかをまた再開したりとかしてるんですけど、あとはゲームが大好きなんで、ゲーム配信を本当にしようと思っててめちゃくちゃゲーム練習してます今。ツアーの無観客試合についてどうお考えですかっていうような質問来てますが、いかがですか？僕的には大会を開催するのであれば無観客でもいいとは思うんですけど、やる当事者からすると少し悲しみあります。石岡選手はトップ10の選手など格上の選手と戦うときにどのようなところを気をつけていますかという質問をいただいてますが、いかがですか？上の選手とやるときに思いっきりプレーするっていうのを決めてて、その理由が自分で言う通り、ランキングだったり結果だったり、目に見えて格上っていうのはやっぱり存在するじゃないですか。僕だったらもちろんジョコビッチ選手だったり、フェデラー選手だったり、ナダル選手だったり、みんな格上ですけど、でもテニスって何があるかわからないので、誰が勝つかわからない競技。僕ははっきり言うと、上の選手に対して負けたらもう仕方ない、だってそれは向こうの方が強いんだもんみたいな気持ちで、それだったら僕は思いっきりやって、運でも何でもいいんですけど、これが入れば勝てるっていうところまでやりたいなっていうふうに思ってて、それで入ったら勝つ可能性があるわけじゃないですか。でもなんかそのビビってどうしたらいいのかなってなってると、やっぱりその自力的なもので向こうの方が上になってしまうので、勝つ確率がどんどん下がっていっちゃうので、僕は格上とプレーするからこそ思い切ってプレーしてほしい。あー、なるほど。僕が結構大事だと思うのは、負けたくないっていう気持ちは前面に出すべきだと思っていて、僕たちテニス選手って負けず嫌いの集団なんですよ。自分たちが一番強いっていうのを過信しないとやっていけないですし、今日絶対に勝つって思ってみんなプレーしてる中で、やっぱり負けたくなかったら、やっぱ追っかけたいっていう気持ちも出るし、このボール絶対返すっていう気持ちがどんどん出てきたりとかするので、僕は結構ファイナルセットになればなるほど、負けず嫌いを前面に出します。マキちゃんさん。はい、私もサウスポーなんですけど、はい、サウスポー同士で対戦するときにちょっと苦手意識があるんですけど、西岡選手が気をつけてることを教えてほしいなと思いまして。大事だなって思うのが、このやっぱサーブの回転が違うので、左利きだとアドサイドからのワイドサーブがやっぱ曲がるじゃないですか、はい、あれをやっぱり返せないと僕は結構きついと思ってて、この対応ですよね。この相手のサービスへの対応っていうのが、左利きの選手と練習する機会が少ない分対応しにくいので、それが僕は一番大事かなと思います。ありがとうございます。参考にします。ありがとうございます。カネさん、はい、東京オリンピックでもし混合ダブルスに出るとして、組みたい女子選手ってどなたですか？大坂なおみさん以外で。僕エリと組みたいですね、穂積。本当になんかミックス出ようよみたいな話もしてたり、はい、まあ、僕のランキングが低すぎて出れなかったんですけど、出れるんだったら出たいと思いますね。もし男子だったらどなたと組みたいですか？
皆さん知ってるかちょっと分かんないですけど、中川直樹っていう選手がいるんですけど、もともと IMG 出身で、僕、はいはい、の一つ下の選手なんですけど、はい、僕、彼とジュニア時代 IMG でアメリカ期間中3年ぐらい一緒に住んでたんですよ。ジュニア時代ダブルスもずっと組んでて、はい、すごい近しい存在だったんですけど、なかなか今彼と一緒にプレーすることができてなくて、ずっと言ってて、早く上がってきてくれってずっと言ってて、はい、ツアーに早く来てくれって言って、そしたらダブルス組もうってずっと言ってるんですけど。ありがとうございます。じゃあお願いします。はい、お願いします。2つあるんですけれども、はい、外国の選手でプレースタイルが好きなのと、あと人間的に好きな選手を教えていただきたいのと、はい、あと西岡選手の場合は食べ物とか食生活で気をつけてたりとか、そういうふうに何かしてるのかなと思って。わかりました。今現在のプレースタイルが好きな選手だと、僕チチパス選手は好きですね。僕の中でチチパス選手が次期ナンバーワンになるって僕は思ってるんですけど、それぐらい僕彼は強いと思ってて、プレースタイルももちろんそうなんですけど、なんか気持ちですかね、その姿勢、ずっと攻めよう攻めよう攻めようってしてる、このなんか前向きな姿勢が僕はめちゃくちゃ好きで、それが好きな選手ですね。人間的に好きな人だったら僕ニックは好きですよ。賛否両論分かれるとは思うんで、根本的には僕は彼考えてることはすごい好きで、たまに発言しているテニスはもっとエンターテインメントじゃないといけないだとか、今回オーストラリアのブッシュファイアの時にも率先して寄付しようって動いたりとか、今回のコロナの時も好きなものを君たちに届けるよっていうメッセージを送ったりだとか、悪道って言われてますけど、僕は結構やってることは好きですし、考えてることも結構好きなので、ニックは人として好きです。僕はたまにパーってなるのはなくなればいいかなと思うんですけど、でもそれも含めて彼かなとは思いますね。そうですね、楽しいですね。はい、はい、食事に関してなんですけど、僕も栄養士さんがいて、自分の血液を取って栄養素を測ってるんですね。全アレルギーを調べて、定期的に血液を抜いて、足りない栄養素を測って、そこから何を食べていくかっていうのを僕はやっているので、毎回僕は食べていくもの結構変えてるんですよ。一概にこれを絶対食べてるっていうものはないですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。ひとみさん、どうぞ。質問じゃないんですけど、 YouTube のお料理でこの間お魚をおろしたじゃないですか。あれ3枚におろすの頑張ってやってもらって、また魚釣りに行って自分で釣ってきて、わかりました、その成果を見せてほしいと思います。わかりました。釣りはまた考えてるんで、釣った魚またさばきたいと思います。今度うまくちょっとさばいてみて。わかりました。ちょっと頑張りたいと思います。そう、それを楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。私は試合が再開されたらまたしますので、お願いします。はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。ではですね、最後に石岡選手の方から今後の抱負ということで、一言ちょっとお話しいただけたらと思いますので、お願いします。はい、ちょっとずつは緩和はしてきてはいますけども、第2波の可能性も結構今出てきてるので、まだまだちょっと時間がかかるんで、 SNS だったり YouTube だったりっていうところで僕の活動をちょっと見ていただいて、コメント欄とかでもこんな企画やってよって言われたら実践すると思うので、そういうのも全然たくさんお待ちしてますし、皆さんもぜひお気をつけください。